前世紀にはこれ全部見ると楽しかったんだろうな。いや、パイパー、一緒に行く？そうだな、行こう。ええ、もちろん。それをやる必要はある？あるのかな。やった。ゴミか。愛国者の皆さん、ボストン顧問へようこそ。ここはフリーダムトレイルの出発点です。楽しみながら聞いて、歴史あるフリーダムトレイルについてより深く知り、ボストン顧問の歴史を学びましょう。ここの歴史に興味があるんだ。何百年か遡りましょう。時は1775年です。7年間何千人もの英国兵士がまさにこの地でテントの列をなして野営しました。トマス・ゲイジ将軍に率いられた彼らは高まる独立戦争の潮流を沈めようとしました。4月17日の夜、将校たちが集まっています。ゲイジ将軍、4日前にダートマス伯爵から連絡がありました。指令があります。スミス大佐、最も有能な兵による21の中隊を招集し、最大限迅速かつ秘密裏にコンコードへ派遣しろ。占拠したら全ての大砲、砲弾、食料、テント、小型武器および軍備品の全てを破壊しろ。
入植者はどうされますか、将軍。兵士は住民を略奪したり私有財産を傷つけたりしないよう心を配れ。ただし彼らの無力化に関しては遂行しろ。そしてスミス大佐は真夜中近くレキシントンコンコードの戦いで勇敢なアメリカ愛国者と対面するべく700人の英国兵士と共に行進しました。こうして独立戦争は始まりました。トレイルを歩き進んで素晴らしいボストンの街の歴史をもっとご覧ください。愛国者の皆さん、ボストンコモンへようこそ。ここはフリーダムトレイルの出発点です。フリーダムトレイルについて教えてくれ。ここボストンコモンから始まる赤いラインの道をたどって進めば素晴らしいボストンの街中を堪能できます。トレイルにはたくさんある街の有名な史跡に目印が置かれています。ご覧いただけるのはポール・リビア邸、オールド・ノース・チャーチ、州会議事堂、バンカー・ヒルなどその他多数。誰かいるのか？こちらが持っている方がいい。これは違う。うん、回転する。ああ、R で始まるのか。
れでよし。そこで止まれ。話し合いをするために苦労してきたようだけど、先へ進みたいなら質問に答えなさい。それ以上近づくな。あなたは誰？そっちが先に名乗ったらどうだ。疑いと裏切りとハンターに満ちた世界で人造人間を守る唯一の組織、私たちはレールロード。次はこっちの質問に答えて。レールロードを探してフリーダムトレイルをたどってきた。敵じゃない。その話が本当なら恐れる必要はないわね。誰から接触する方法を聞いた？困ってたカールを助けた。彼の知人がある男を知っていて、彼らが教えてくれた。本当か調べてみる。私はデズデモーナ、レールロードのお前はディーコン、どこに行ってたの？楽しそうなパーティーだ。招待状は？情報がいる。これは誰？わお、驚いたよボス。この男は外の世界の大物だ。会ったことがあるか？会ったことはないけど噂は聞いていた。騒ぎを起こしていたからね。 BOS に仲間だと認められた。それはとんでもないことだ。さらにそれ以外にも。デズデモーナ、本当に彼を知らないの？彼はミニッツメンのリーダーだ。連邦全体が彼の旗を掲げているようだ。だから彼を信用するの？ああ、信じてくれ。彼が味方なら心強い。そうすると話は変わってくる。それで、あなたはなぜ私たちに会いに来たの？息子のショーンが誘拐された。捜索を手伝ってくれる人を探してる。息子がさらわれたの？ひどいわ。誰がやったかわかる？インスティチュートが関与してないことを願うわ。なぜインスティチュートが関与する？連邦内で起こる誘拐事件の多くはインスティチュートによるものよ。目的はわからない。でも子供をさらう話は初めて聞いた。だからインスティチュートじゃないことを願うわ。ディーコンに調べさせるわ。手がかりを見つけられるのは彼しかいない。あなたと取引をするなら同じ考えであることを確認しておく必要があるわ。人造人間が何かは知ってるわね。噂は聞いてる。実際は何なんだ？インスティチュートが作り出した人工の人間よ。大部分は有機体で、一部が機械でできてる。どこかの時点で彼らはただの製造品じゃなくなった。彼らは私たちと同じように考え、感じ、行動する。インスティチュートは人造人間を所有物や道具として扱ってる。なぜインスティチュートはそんな風に扱う？神の真似事よ。理解できていないものをいじくり回す。そういう傲慢な連中だから、自分たちの製造品に人間性があることも簡単に否定する。続けてくれ。奴らの束縛から人造人間を解放する方法を探してるの。彼らに本物の人生を与える。一つだけ聞きたいことがある。仲間のために命を懸けることができる？その仲間が人造人間だとしても。同胞を守るために命を懸けると誓った。守る相手が人造人間になっただけだ。素晴らしいわ。行方不明の息子を探すためにできることはする。インスティチュートがあなたや他の家族にしたことが私たちの原動力になる。私たちはいつもあなたのような人間を勧誘する。でも今は新しいエージェントを訓練する時間がない。それでも組織のためにできることは他にもあるわ。私たちも力を貸すわ。詳細はディーコンに聞いて。言っていいわよ。